ゴルファーのためのクレジットカードゴルファーズプラスカードが登場しました。このカードはポイントカード機能、クレジットカード機能、さらにゴルファー保険が一体となったカードです。このカードで決済すると最大 3% のポイントが還元されるので、そのポイントを使ってたくさんゴルフに行きましょう。このカードにはゴルファー保険がついているので安心してゴルフを楽しむことができます。ゴルファーなら持っていて間違いなしのカードなので、お早めにお申し込みください。おはようございます。おはようございます。元気ですか？元気です。カノミンです。ガブリエラ・レイコです。チカです。はい、カメラ順です。さあ皆さん、今日が初心者デビュー企画最終日です。ついに、ついにコースデビューです。今日は、まあ、コースデビューするということで、お三方にゴルフウェアを用意しました。こちらです。こんな感じで、私がアルチビオさんのプレスルームに行ってですね、選んできました。超目立つ、ということで、まずはそれに着替えて練習をしてコースに行きたいと思います。はい、じゃあ着替えましょう。はい、着替えました。着替えました。どうですか、ゴルフウェア？可愛いです。派手ですね。可愛い、いい感じです。じゃあね、ちょっと時間もないんで、ちょっと練習していきましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。練習しています。おお、上手になってます。イエーイ、いい感じ。シカちゃん、調子はどうですか？飛ぶんですけど、うん、フェースの面が、ああ、おかしい。でもドライバーめっちゃ飛びます。本当に100、いつも110ぐらいなの、うん、150。え、すごい。おお、うまい。おお、いいね。いい、いい、いい。この苦戦しております。頑張れ。北海道ゴルフクラブに到着しました。北海道ゴルフクラブは、うん、レンタルのクラブとシューズがなんと1000円で借りれるっていう。すごい、ね、駅からあれクラブバスも出てるんですよね、うん、はい、なので手ぶらで来れるっていう。確かに電車でも来れちゃうね、うん、めちゃくちゃいい、うん、私たちね、ゴルフバッグとかないから、そうまだないから、うん、初心者にはすごい、うん、優しいです。ね、来やすいですね、うん、ついにこれからコースデビューということでやっていきたいと思います。イエーイ。頑張ってください。はい、頑張ります。3本くらい。コノミンから意気込み聞いていこうかな、はい、一人ずつ。ついに来たんですけど、まだ不安はありますが、全部出し切りたいと思います。今までの成果を。頑張ります。頑張って。頑張ります、はい、緊張。ちかちゃん、はい、前回は、まあ、何打打ったかわからないような状況になったので、今回はスムーズにサクッと終われるように、かつ一番に上がれるようにしたいと思います。頑張ります。はい、かおちゃん、はい、ずっと楽しみにしてた日でやっと来ました。前回は全然ダメだったので、今回はもっとうまくできるように頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。始まる。じゃあこれを始まります。始まる。9時3、うわ、1。じゃあ、ね、コノミン、ガブちゃん、チカちゃんの順ですね。はい、どうぞ。もうですか？もうです。はい。しかもかっこよくね。
差し方か。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。緊張も一度緊張。おお、ナイスオッケーオッケー、フェアウェイまで行った。すごい、よかった。ナイスです。いい感じですね。ちょっと安心しました。緊張したんですけど、なんとか飛びました。セーフ。よろしくお願いします。お願いします。もう一回チャンス。いいですか？いいですよ。すいません。おー、ナイス。とりあえず前、とりあえず前行きましたね。あんまり元気が出ないんだけど。まあまだ最初なんで。今日もよろしくお願いします。お願いします。そうなるな。あ、目の前に出てきた。ここの筋の目の前に出てきました、ボールが。オッケー。セーフ。当たりは良かったですけど。さっき練習したのと全然違いました。全然違う。怪しい。雲行きが怪しい。いつも雲行き怪しくなるよね。Okay. どうですか？一打目。さっきはね、練習と絶対違いますね。絶好調だと。ちょっと私安心してます。一人ずつね。いやらしい。あ、もう飛ばしていく感じですか？そうかもしれないですね。ホノミンが打ってくれたボールがあれなんで、はい、ちょっと最初のホールは順番決めて、あれを誰かに打ってもらって、次また2番目の人に次打ってもらうみたいな感じでいくんで、はい、はい、じゃあ、1、2、3で、はいはい、で2打目、3打目、4打目、5打目、6打目、7打目みたいな感じで、はい、行きましょう。はい、あ、まだまだ遠い。まだずっと先です。全然先だ。ここはね、パー5で、はい、5回でカップインしたらパー。5回。5回だいぶ先ですけど。で、見てもらうと、こうドッグレッグって言って、はい、左にこう曲がってくるんですけど、グリーンは見えないです。ピンはね、あっちのやつはガサガサって当たるんで、もうとりあえずあの黄色い旗、はい、もうちょっと左側ぐらい。ちょっと二人はまあ向いてる向きとか、もうちょっとアドバイス上げれるものがあったら。左左。オッケー。あ、ごめんなさい。まあどんまいですね。ちょっとさっき調子乗ってたらダメでしたね。まあでも次ね、打つ人がカバーしてくれるんじゃないかと。よろしくお願いします。チーム戦で。いや、2倍いきましょう。まずは2倍いきましょう。この倍。ちょっと右ラフですね。まあでも、次がまっすぐ見やすくなったと思えば全然全然 OK。 左行くよりか右の方がまだいいね。あ、そうなんね。あー、なんかちょっと思ってたのちょっと違ってきて悔しい。あんなに当たってたのに。いや、そう、悔しくなってくるんですよね、これ。うん、どうしようってなってくる。そう。ラフって今持ってるこのウッドが打ちづらくなるんですね。なんで、H のハイブリッドってやつか、あとはもうアイアン。なんで、まあ、一応皆さんアイアンの方がいいかな。アイアン7番アイアン1人1本ずつちょっと持ちましょうか。で、今これ多分ちょっとしたつま先上がり。ちょっと傾斜がさっきみたいにフラットじゃないんで、クラブとのボールとの距離が近いから、クラブ気持ち短く持って、はい、もっと。そう、入れちゃった。ちょっとどうしたらいい。これやば
ンって行っちゃうんで、腰から腰ぐらい。そうですね、とりあえずあの広いところに出す。誰かが内緒としたら流れ変わるかもしれないんで。あ、そっか、そうそうそう。みんな考えすぎなんじゃないの。お、ナイスアウト。ナイスアウト、ナイスアウト。あ、素晴らしい。真ん中、真ん中、真ん中。真ん中、真ん中、素晴らしい。ありがとうございます。神の一手。ナイスです。ナイス。考えない、もう考えない。考えすぎない。もう考えすぎない。楽しめばいいですね。もう楽しめ。気持ちよく打って。おお。おまた木だ。また誰かにカバーしてもらいましょうか。やばい、ごめん。当たりは良かったけど。おっ OB じゃないですね、セーフ。セーフ。おお、いい感じ。お、でもすごいすごい、うまい。めっちゃいい感じ。いいところ、ありがとうございます。ナイスです。着実にね。ナイス。調子に乗ってる人。着実に楽しそう。楽しそう。ここでミスしていけないんだな、私が。そしたら7とかも、7とか9とか B いらないんで、はい、A と S とパターですね。はい、まあ、A かな、A とパター持ちましょう。A とパター。これは、そうですね、まあ A なんで、スリークォーターぐらい。肩から肩ぐらいで。肩から肩ぐらい。はい、肩から。うん、それぐらいですよ、振幅は。右向いてるかも。うん。ちょっと当たりあれだけど、乗っちゃって。行け。うん。肩から肩って言って素振りしたのにもうすごいここ上まで来てたよ。自分的には肩から肩だと思ってやってたんですけど、難しいな。この幅とかよくこう。考えてるとそれもまた当たらないんだよ。分かんなくなってきちゃうと思う。集中しようとか。そう。あ、そうですね。15ぐらい。うん。おお、止まって。いやー。落ちちゃったから。見えない。そう、今のはもう上げたのにガツンって打ちに行っちゃってリズムが速くなったんで。ちょっとミスしたかなって。もうちょっと優しく打ってあげてもらう。はい。なるほど。これは多分ショートでやったの覚えですかね、傾斜。傾斜、傾斜。あの傾斜と似たような感じ。うん、おっ、おー、オーバー。オーバーですね。あれ、オーバー。帰ってきました。帰ってきました。オーバー、帰ってきました。さっきのちかちゃんのを見てるんで、やっぱあれだけ強く打っちゃうと奥行くと大変なのが分かったから、そう、まずはパター打ってるように寄せましょう。パターでいけるんじゃないですか、あれは。はい、これもう見たらあれですけど傾斜がもちろんあるんで左が高いんですよね。だからちょっと左の方に打ってって、まあ、右に流れガンってなんないようにね。お、うまい、うまい、めっちゃいい感じ。お、ナイスタッチ。おお、これはすごいうまいっすね。パターは任せてください。パターだけは。あ、優しすぎましたね。OK。はい、とりあえずは、ホール目はコースはこんな感じですっていうのを、ね、分かってもらえれば。はい、まあ、来るまでにいろいろ木の中いっぱい辿ってきましたけど、なんか忘れちゃいますね。すごいね、来ちゃってすぐ来たよね。気分は、ね、気分は。でも手前から来てからイメージがいいっていうのはいいことなんで、もう全然全然この先もまだまだいっぱいホールあるんで、ここだけじゃないから、ね、ちょっとね。大丈夫かな、想定外の想定外になっちゃって。頑張ります。ここからですね。でもちょっと私はパターで自信が上がったから、次打てそう。次いけるね。すごい自信だな。いや、次は打てる。次は打てる。すごいメンタル。そうだね。